どうも、キューティック全開、馬田です。おはようございました。アダムズキー。ファッジャパン。急に反日やめろ。というわけでですね、今回馬田ラビで都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。こんばんは。ナイス。ミスター関、俺の父ちゃん、バラクシセイオファン。イエス、ウィーケンド。今回の都市伝説は、我々が今まで取り上げてきた宇宙人とのコンタクト、それがいよいよ一つに繋がろうとしているので、というわけでですね、今回その宇宙人とのコンタクトについて見ていきたいと思います。1954年の2月下旬に休暇でカリフォルニアを訪れたアイゼンハワー大統領がある晩突然記者の前から姿を消し、ミューロック陸軍飛行場にて宇宙人との公式会見を行い、1954年グリーダ条約という条約を結んだというものがあるけれども、今までは都市伝説として言われてきたものがついにエイリアンの存在を認めようとしていたのね。もう4回目だぞこの話。何回もしてますね。あと何回やるんだ。最後にしてくれ。そして公式には人類へ未だ未知との遭遇は果たしていないとされてるんだよ。しかし一部の知識人たちが語るところによると、実は宇宙人はすでに地球にやってきてるんだというのね。そして1981年から2010年にかけてイスラエル宇宙防衛プログラムの責任者だったハイム・エシュド教授は、宇宙人は人類に準備ができるまで自分たちの存在を明かすことはないと語ってるね。一部の政府関係者はすでに宇宙人とコンタクトをしており、秘密の実験を行っているけれども、ある事件が起きたというのよ。それはトランプ大統領が彼らの存在を暴露しようとしていたというなんで知ってんだよ。しかし銀河連邦の宇宙人が人類に準備ができるまでまだ公表しないでほしいと頼んできたというの。宇宙人たちはパニックを避けたいと考えており、彼らの願いはまず分別を持って理解してもらうことで人類が進化し、宇宙と宇宙船について大まかにでも理解できる段階に達するのを待っているのだと教授は語る。そして宇宙人が人類とコンタクトを図った目的についてははっきりと語られていないよね。しかし高度なテクノロジーを誇る彼らといえども、未だ宇宙の謎を完全に解明できたわけではないことと関係があるのかもしれないね。そしてエシュド教授によると、宇宙人とアメリカ政府とにはある密約があるといい、それは彼らが人類と一緒に地球上で実験を行うという契約、つまりこれがグリーダ条約ということなのね。これめちゃくちゃ簡単に説明すると、宇宙人がテクノロジーを提供してくれる代わりに地球人貸してねっていう契約。なんか簡潔だよね。簡潔ですね。あと100回でも言ってやろうかって話。くどいんだよ。そして彼らもまた宇宙についての理解を深めようと研究を続けていて、人類を助手として選んだということなのね。河野さんは宇宙人。そんな顔だらけだよ。そして以前動画に取り上げたけれども、火星には地下基地があり、そこには宇宙人の代表者とアメリカ人宇宙飛行士がいるというふうにもされてるのね。またロシアには上空に土星に通じる異次元ポータルがあったり、アメリカの CIA 本部には火星まで一瞬でワープできるマーズジャンプルームと言われている部屋があるとも言われてる。これね、オバマ大統領がアイゼンハワーの娘さんも言ってるから、ね、あ、そうなんですね。確かにアメリカでは宇宙軍が作られたり、ここ最近では突然モノリスが出現したりと、今まで以上に宇宙に対して人類の注目を浴びせている状況になっている。人類が宇宙人を迎える準備は整いつつある。いいですか、フラットアーサーさん。バカな人たちだ。